額はあまりないユトキの動画です今日紹介するのはこちら SH フィギュアウルトトラマントでございいますいやめちゃんこ軽いこのマントがね、また来ましたね。ブラザーズマントとゼロマントに続いてね、ようやくレオのマント、ウルトラマントが来ましたよと。言ってしまうと、二度きり1枚が入ってるようなもんなので、めちゃんこ軽いし、まあ動画としてもそんな大した内容にはならないと思うけども、まあレオのオプションパーツみたいなものなのでね、まあこれをつけることによって威厳が漂うゼロになるのが面白いですよね。じゃあ開けていきましょうか。 兄弟がブラザーズマントしていてレオもなんか負けず劣らずこのマントをつけることもね多くなった気がしますけどねおおこんな感じまあなんかいつも通りマント系のアーツとしてはこんな感じで厚紙で形状固定されてますねはいウルトラマント本体でございます孫ことなき布でございますねマジでマント単体の販売となっておりますまあ厚みとかに関してはブラザーズマントとかとどんどん変わらないかなと思いますで 質感とかもこのなんか光沢感あるツルツルしたね僕大好きな質感の布になっておりますで2種類の色のマントなのでまあ、若干の厚みはありますけどねでワイヤーはこの両側と 下側にところかなですねなので3本入っております表情付けとかはいろいろ楽しめるんじゃないかなと思いますでここの部分ですねプラスチックパーツが使われているところですけども肩周りのゴールドの塗装とかは非常に良好でかっこよく再現してるんじゃないでしょうかとね と柔らかい軟質パーツって感じかな。で、ここ、これはもうレオの胸のアーマーがね、ついている状態となっております。アーマーごと交換するタイプですね。で、カラータイマーをつけて固定をするという感じでございますね。まあ、そんなに難しくはないかなと思います。取り付け方法も簡単でしょうね。もうめちゃくちゃサクッと見ていきましたけども、本当布、布きれなので、まあ、これ以上特に言うことはないですが、もう早速ね、レオにね、つけていきましょう。 ということで、レオを持ってきましたと、関節がちょっと緩くなってるレオでございます。緩くなるの早いよね。ちょっと説明書見ずにやりますけども、おそらく頭を取って、で、カラータイマーを外し、このアーマーを外して準備完了でしょうね。で、あとは感覚的にやっていく感じかな。後ろ側も固定ですが、こんな感じで。まぁ、あ、ちょっときついかも。前も固定で、結構あれだね。 くっつける感じだカラータイマーを戻してあげてヘッドパーツを取り付けてあげれば。 ということで、レオにマントつけることできましたと、まあまあ、感覚的にやれるのって、そんな難しいことはないかなと思います。あれこれ、ブレスレットどうするんだっけまあ、ちょっと交換するのめんどくさいから、そのまんまいきますけども、まあまあ、シルエット的には、やっぱりしっかり威厳漂うレオになっていいんじゃないですかね。まあ、ここ最近のウルトラマンレオといったところかなと思います。まさに修行の日々を思い出せでございますよね。ゼロを知った激レスリート期のね、レオっていう感じがして、かっこいいですね。 他のブラザーズマントが、ね、やっぱり赤いからさ、銀色っていうのもなかなか派手でいいですよね。まあ、レオのもしブラザーズマントが出たら出たりそれもそれでちょっと見てみたいところでありますけどね。で、こんな感じでワイヤーで表情付けすることもできます。しっかり固定してくれますね。意外と自然に見えるのってかっこいいっすね、これは。いや、なんでだろうね。マント マンがあるヒーローってなんでこんなかっこよく見えるんだろうな古今東西世界各国ヒーローといえばマントつけてますからねやっぱウルトラマンたちにつけてもめちゃくちゃかっこいいレオのマント発明してくれて本当と良かったですねレオのアーマーついたまんまだけどもこんな感じでマントを投げ捨てて本気になるウルトラマンレオみたいなポージングも楽しめますねいやアーマーのところと外せたら良かったけどねそこまではちょっと考えられていなかったのが残念ではございますがまあそれっぽいポーズはできるかな ちょっと派手ファッションになった兄さんと並ぶアストラさんでございますとねアストラにはマントつけられたら面白かったですけどもまあちょっと難しそうではありますではい,いいねかっこいいね9兄弟そ揃ってねいやどんどん世界観が確立されていきますけどもウルトラマンキングは出るんですかね今んところそんな感じはないですがここまで来るんだったらやっぱ発売してほしいですよねこの2人にとっても重要なキャラクターではあるのでぜひともウルトラ扱ったのむぜバズビーウルトラマンキングっぽい ぽい人といえばこのウルトラマンジードのロイヤルメガマスターということでちょっと並べてみましたやっぱ雰囲気若干似てますよねウルトラマンキングミが強いジードなのでねいや並べるとちょっといいんじゃないかなと思います意外とこの並び やってないよねそもそもロイヤルメガマスター最近見ることもないのでちょっと珍しい気はするいやロイヤルメガマスターのこのマントもね布製になってくれたら嬉しいんですがねまあちょっと今更なので何とか自分で改造するしかないのかなとは思います師匠と共に師匠の息子を見守るウルトラマンレオでございますサンプル写真でもあったのでこれやってみましたとブラザーズマント着てるセブンとね並べておりますーー着実にマントが増えていって楽しいでございますね赤と銀色であれだよねちょうど 表と裏で反転したようななカラーリングになっていいですね、いいですね。師匠を2人と並べるということは、はい、ゼロマントをつけたウルトラマンゼロを持ってきましたと、もはや誰がメインの動画なのかわかんないですけども、いや、ゼロかっこいいですよね <laughs>。ゼロに関してはこれ10周年版なのでテッカテカしてるんですが、レオもテッカテカバージョン出ないですかね。セブンもテッカテカバージョンありますけども、ちょっと今持ってきてないですが、この後に次ぐウルトラマン Z をもテッカテカ バージョン付いてるのでやっぱ唯一出てないレオがねちょっと気になるのってどうにかこうにかテカテカバージョンのレオ欲しいところではありますいやでもかっこいいねマントのヒーローたちでございますよ受け継がれるマントの意志って感じがするマント付けた状態なのこのキックやるとすごい躍動感出ていいですね演出的にはいい仕事してるよこのマントね思いっきりなびかせても形状維持してくれるワイヤーの強度なので特段問題なく決めることができますかっこいいですねすごいね凄まじい スピードで蹴りを食らわしてるように見えますよこれでなんかレオがようやく完成した感じが僕はしておりますかっこいい SH f i g u r ーツのウルトラマントでございましたけども、内容的には非常にドシンプルでございます。まあ予想していた通りなので、特にそれ以上の期待はしてなかったんですが、やっぱりね、マントつけるだけでも非常にね、かっこいいウルトラマンレオーになることは確実でしょうね。装着方法に関しては感覚的にはできるけども、意外と背中側のパーツの取り付けがちょっときつかったので、そこだけ注意かなと思います。まあつけられちゃえばね、特段問題なく遊ぶことができるので、非常に優秀なマントだな と思います厚みとかはね、どうしてもブラザーズマントとかからも変わらずにあるので、少し気になるところではございますが、ワイヤー使ってなびかせた状態にしておけば、意外と気にならないところかなと思います。ストンとね、ただ立ってる状態だと気になる部分なので、アクションポーズさせた方が、このマントはいいのかなと思いましたね。ワイヤーの保持力もしっかりしてるので、なびいたポージングとかね、キックに合わせたポーズとかも非常にかっこよく決めることができます。あとはね、ウルトラマンキング あたりがね、出してくれるのかかかどううという話ですかねなんとなく予兆は感じるけどまだまだ商品化までは遠い気がするので気に上がに待ちましょうということで僕のチャンネルではこれ以外にもウルトラマン系のフィギュアのレビューしておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではゆとびでしたありがとうございます